ここから続いた。遅かった。なんだってタニー。うん、なるほど、わからん。そんなの決まってるじゃない。 UFO、 UFO だよ。本物の UFO 見られるなんて超感激、感動した。UFO 一体何だったんでしょうか。大男を吸い込んでいった。何がしたいのやらさっぱりだに。もうあの UFO を見ることはできないのかな。お手上げです、ウィッス。なんだって UFO の手がかり全部なくなっちゃったんですから。ガッツ、冬にあんだね、ガッツってことは。はい、あります、ありますと思う。て、ふにゃん、ここアメリカだぜ。ヒーロー集結、ニューヨーマシティを守れ。妖怪ワールドにもあの UFO が。妖怪ワールドなのか妖魔界なのか、この辺ちょっとね、あんまりどっちなのって結構思うよね。両方同じ。それも全て妖怪ワールドのある町に集中してな。それってどこなんです。ニューヨーマシティ、ニューヨークか。あの UFO が何らかの形で妖怪と関係してるのは予想していたが、まさかあの町に現れるとはな。UFO については俺も嫌な予感がするんだ。お知らせったで人間界でも UFO 事件が起きてるって知って、知らせようとここまで来たんだが。ふゆにゃん、チワッチ、すっかり痩せちゃいましたな。稲穂までいるとは。稲穂と知り合いなの。いろいろありまして、ここにいることよく分かったにゃんね。今は緊急事態なんだ。ここは飲み込んでくれ。どういうことなの。この新聞を見てくれ。何なんですかこれは。 UFO の外交戦を浴びた者は黒服の妖怪に姿を変えられて UFO の言いなりになってしまう。マトリックスかな。エージェントスミスに全員なっちゃう感じ。この現象は妖怪ワールド中で起きているんだ。 UFO を放っておくと黒服だらけになって、やっぱマトリックスかな。ニューヨーマなんちゃらってとこまでどうやって行くの。それだったら心配ない。私にいい考えがある。まだよっぷるしゃ急ごう。あそこからニューヨーマシティへ向かうんだ。UFO の謎突き止めてやるぜ。あ、上から見るぞ、気をつけろ。マルダ、あの子たちなんか少し変じゃない。まるで私たちに見えてない誰かと話しているような。実に興味深い。それよりも気になるのは彼らの会話の内容だ。 UFO という単語が何度も出てきている。つまり、動けるよ、急いで向かおう。ニューヨーマシティ、ニューヨーマ、どこだそこ。今度は妖怪の街、ワクワクが止まらないよ。一つ考えが、よっぽるしゃい向かおう。特に問題はなさそうだな。向かう？先あれ行っとこうか。深夜のスーパーでミスターさん、深夜だね。時間大丈夫か？あ、ラッキー、深夜スタートじゃねえか。待たなくていい、最高じゃねえ。先行っとこう。ラッキー、ラッキー。どこだ、どこが近い。ボブの時計屋ぐらいから違うな。さすらいそうだな。近いって素晴らしい。誰かいる、兄貴、ワンテッド妖怪。
捕まえとこう。逃がさん。俺がどれか知ってんのか。ウォンテッド中のブレルリン様だぜ。ドッジボールやると言って集まるとバスケをした罪だぜ。邪魔するやつは許さねえぜ。俺はやりたいことをやるだけだ。金髪だね。不思議。池島子取り付きます。いい感じにゃん。一人でガードしたって絶対勝てねえだろ。これやっぱあれかな、ウサピョン常に真ん中にしてる方がいいよね。ウサピョンの必殺真ん中だもん。ガードしてても一生勝てねえぞ。こいつガードしかしねえんだけど。ジリヒンだぜ、ずっとガードしてても。早送りでいいか。ほらこいつガードしかしねえし。消しゴム。しかもサボった。やったぜ勝利。あ、技レベルアップ。わかんだよ、もう許してくれよ。捕まえるのだけは勘弁してくれよ。ウォンテッド界ご苦労であった。2000ウォンテッドポイント19000。問いたいところだが、グループだ、まだ1匹いるぞ。ワルメン剣スケガを利用して無夫婦な本を買った爪で銅像中だ。レベルは25と言われている。13日までだぞ。あ、光ってる。あった。ミュージックカードゲット。とりあえず深夜のねスーパー先行っとこう。渡れねー。出れた。こっちだ。ここダンジョン扱いだよな。ちょっとこれもらっていくんでって。レベル的にザコはもう逃げて。あれ？ゾンビじゃん。ほらもう来ないよねこいつら。あれ？ジャンプしなくていいのか。ゾンビナイト。あ、いた。ゾンビじゃん。お客様、ここはバックヤードですよ。これから操縦するところですので、用がなければ外に出ていただ。まさかゾンビ。はい、私がミスターでございます。どうかなされました？よっちゃんに言われて酔い止めキャンディーもらいに来たんだけど。あのキャンディーですね。あ、こちらです、どうぞ。酔い止めキャンディーをゲットです。あ、お台場今度、よっちゃんさんからいただいておきますんで。行きますよ。お、なんかいるんだけど上。あー、店長、いいところに来ましたね。申し出る窓では腐りかけ商品売り尽くしフェア開催中しているんですよ。素敵な壁紙プレゼント中です。どうぞお納めください。ゾンビオブザゼット、ハウスオブザゼットだよねこれ。まだ出てるね。話せる。ついに入荷しましたゾンビパンツ。お客さん、ゾンビパンツはご存じない？ゾンビナイト。おお、そう、必ずゾンビナイト。はけ100ドル1個買っとく。何度でも洗えばっつってんだし。買う。うわ、すげえ。毎度あり、いつでもゾンビナイト起こせますよ。うん、使ったのも寝るときに履くよ。なるほどね、履くのは危険ですからね。これ楽でいいな。たった100ドルでゾンビナイト好きなときにできるって。こいつは素晴らしい。
こっちから来た方が早かったか。まあいいや。ヨッチャーのイベントとりあえず先に終わらしちゃおう。詰まった。ここだ。ベローン。ワイプします。どこだ。ここだ。よし。あ、光ってる。ドクターラップ。なんか妖怪いるんだけど。なんか妖怪いるんですけど。アンドロイド山田。果たしてその山田は本物なのか。戦うことでわかるのだ。前高橋だったよね。バトルの前に日記書、じゃあ後でいいわ。先済ましてくるね。イベント済ましたらまた戦うからな。順番に順番にやっていこう。というわけでまずはそこのねイベントの方先に。はいよーシルバー。詰まってんじゃねえかよ。行くぜ。意外にこいつらスタミナ少ねえからな。ギリギリから行くぜ。ふーん。うーうー。はい到着。おお、それは良いのべきあって持ってきてくれたのか。ほら、これで安心してヘリに乗れるね。ありがとうよ。友達になってやるよ。よっちゃー。よっちゃー。よっちゃー。よっちゃんとか？お任せ。よっちん。とっしゃー。よっちー。ちゃー。ちゃーって、とある芸人のネタじゃねえのか？じゃあお前はあれだ。入るかな？お、ギリギリ入るじゃん。リアルに履く人。決定。リアルに履く人の情報を登録しました。おうおうおう。封印が解かれた。さあ、イベントなんだろう。ランニングポイントで呼び出してくれればヘルですぐに駆けつけるからよ。よしよし。いろんな場所で発見できるみたいだぞっと。新しい出会いが待ってる。ただ俺すぐ酔っちまうんだよ。酔いでもキャンディー取ってくれたら。あ、空中にあるんだ。定期的にキャンディーくれよ。俺は行くぜ。マジありがとう。俺マジ感謝みたいな。さあ、じゃあ乗してもらおう。え、乗してくれねえの。バッチリいけそう。よちゃヘリーゴー。フラフラスリュー、フラフラスリュー。ダメだダメだじゃねえよ。ウィス。経験値おいしいです。幸運の守り、ルーレットボーナス、深いカンボ、2個も当たりがある。ワタワープした。まあまずいカンボでも十分。さあ、じゃあね、ちょっとこれ行こうか。あ、トロフィーもらった、ラッキー。で、どこで降りれるのかな。あ、ここ高さが足りない。よしよし。
どうここ降りれんの？降りれないっつ。酔い止めキャンディーなんかどこにも飛んでねえじゃねえか。我慢できない。トゥ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 。まあまずそこ行き。我慢できない。もうちょい、もうちょっと頑張れ。よし。ふう。我慢できない。終わりよければすべてよっちゃ。とりあえずここ行こうか。だいぶ前から見えてたもんね。よし、宝箱ゲット。真面目に生きる。とりあえずここのアイテムだけゲットしておきたい。ランディングポイント。CP! CP! 飛びます。そして酔います。我慢できない。我慢できなくなるの早すぎだろ。一瞬じゃねえか、お前。もうちょっと我慢しろ。大丈夫、ダメだ、どっちだよ。大丈夫だ、問題ない。アイテム、ゲットだぜ。来た来た。マイニャンパフ、カラフルなお面目。マイニャンはね、とりあえず、師匠、新しい師匠っていうか先生が欲しいよね。次行こう次。我慢できない。すごい揺れるよ。はい、到着。乗り心地はどうだった？なかなかだったろう。おう、壊す、さらに壊す。はい、到着。何かな、ここには。あ、お、宝の地図か。真っ暗な洞窟のやつじゃねえか。もう一箇所ぐらいあったかな、ヘリ。飲んじゃった。飲んじゃった。飲んだの？老芸飲んだの？大丈夫、ダメだ。大丈夫、ダメだ。全然ダメじゃねえか。ローゲー飲んじゃった。来るよ。これ誓ったらチョコ棒一本にゃ。あれ、これもう普通の地面か。我慢できない。もう終わりかな。うん、ぽいね。もうこれ以上、あれ、ここがある。ここさ、上なってるけど別にアイテムあるわけでもないし、うん、どうでもよさそう。大丈夫、ダメだ。うん、もうオッケーっぽいね。すっげえ音楽だよねこれ。大丈夫、ダメだ。大丈夫、ダメだ。この大丈夫とダメの連発さ加減よ。大丈夫、ダメだ。おお、来るよ。おお、来るよ。いい景色にゃん。飲んじゃった。お、直接越えれるじゃん。越えれないっつ。越えれなかった。今結構やばいとこ飛んでる感が。うん、飲んじゃった。うわ、ダメだ、騙された感。おお、来るよ。おお、来るよ。もうちょっとボイスパターン増やしとけよ。飲みすぎだよ、お前のお腹ゲロでいっぱいだなって。おお、来るよ。ただね、あの酔い止めキャンディーを取ればとか言ってたけど、酔い止めキャンディーなんかねえんだよなっていう。うおー、すげえ。ここで落ちたら死ぬぜ。ランディングポイントこの辺ないのかな。ダメだ、大丈夫、ダメだ。あ、あったあった。よし、とりあえずオッケーかな、このマップは。ストーリー進めに戻ろう。着地着地。キャンディーなんかどこにも落ちてねえじゃねえか。終わりよければ全てよっちゃー。
結局一つも酔い止めキャンディーは見つからなかったよね。うん、特になんもなさそうだな。よし、戻ろう。僕頑張ったよ。